内に一つ向けましたが、回り込んでいく5号艇菊池コース主張したいところですが、内から1、2、3、4、6号、外入れ替わってすでに6艇ホームスレッジという流れの作戦行動です。最後3つ目の準優勝戦11レース1号艇佐賀の峰竜太、2号艇香川の重成和人、3号艇福岡篠崎仁、4号艇岡山吉田鶴郎、5号艇は静岡菊池光平、6号艇兵庫吉川元博です。4番6番5番とゆっくりと後ろに下げるところになっています。3対3に分かれました。インコース1号艇の峰、さあ2018の MVP、 今年の初タイトルへ王手をかけたいところ。2コースは2号艇の重成和人、 SG 輸出2年8ヶ月ぶり7回目を目指します。3コース3号艇の篠崎仁、昨年のメモリアルはファイナル進出。そして4コース4号艇目いっぱい下げた角は4号艇吉田鶴郎です。さあ今節非常に的確なスタート、ここが脅威となるのか。一つ内5コースが6号艇の吉川、大外からとなった5号艇の菊池光平、1番2番3番4番6番5番でスタートしていきました。これは早いスタートがあります。ただいまのスタートは判定中です。ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ皆様大切にお持ちください。勇み足がありました。第11レースの準優勝戦、前を走っているのは1号艇3号艇4号艇なんですが、ただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中、お知らせいたします。1号艇3号艇4号艇3艇はフライング変換欠場です。1番峰、3番篠崎、4番吉田はフライング変換欠場です。したがって1番3番4番に関する投票券すべて払い戻しいたしますので、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。2周1マーク、先頭5号艇の菊池光平、2番手2号艇の重成和人、3番手は6号艇吉川元博と、クリアしてこれから2周目の第2ターンマークです。スタート大波乱となってしまって3艇が好走する。11レースの準優勝戦、トップ5号艇菊池、2番手2号艇重成、3番手6号艇吉川でレースは最終周回へと移りました。なおこのレースは1号艇の峰、3号艇篠崎仁、そして4号艇吉田がフライング変換欠場です。1番3番4番に関する投票券はすべて払い戻しいたしますので、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。また投票方式によって変換となる不来券があります。皆様投票券大切にお持ちください。最終ターンマーク、5号艇2号艇6号艇と返してきます。第11レース準優勝戦、まもなくゴールインです。先頭5番菊池ゴールイン、2着は2番重成、3着は6番吉川。